イーグルスの先発はオープン戦初登板ということになりました美馬です。高橋さん、立ち上がりはランナー1人出しましたけれども、浅村をセカンドゴロ、ダブルプレーに取りました。はい、まあ、まっすぐだという話出ましたけど、このボールなんかちょっと高かったですよね。そして1回の裏、チャンスを作ってオープン戦結果を出し続けている内田、まあ、今日も結果出しました。はい、ナイスバッティングですよね。カーブをしっかり待てましたよね。2回の美馬です。まあ、この回はランナーを置いて、この先に同点のタイムリーを許します。まあ、その前ね、森に、はい、ツーベース許した、あの入り方を気をつけて、まあ、そうですね、はい、入り方を気をつけた方がいいでしょうね。でこの回、まあ、押し出しでもう1点失いました、結局美馬は今日は4回投げて2失点という内容でした。でこれは3回のピッチングをご覧いただいています。まあ、ここは3人打ち取るシーンですけれども、今日は美馬球数53球、はいはい、許したヒットが4本、フォアボール1つ、デッドボール1つという内容でした。まあ、三振2つ取ったという今日のオープン戦の登板内容でした。さて2番手はこの浜谷です。5回のピッチをご覧いただいています。浜谷がゼロで終えました。そして3番手は菅原。まあ、これ満塁のピンチを作ってしまってね、はい、そうですね、最後秋山押し出しのフォアボール。まあ、追い込みはしたんですけれども、まあ、バッターの方が上だったかなというフォアボールですよね。ただこの後源田をピッチャーのダブルプレーにしております。はい、そうですね。さてイーグルス攻撃陣ですけれども、7回に島内にタイムリーがありました。3番手の大石からでした。これはね、アウトコースの厳しいボールのナイスバッティングですよね。そして8回は代表外の高梨がマウンドに上がりました。まあ、今日は1イニング投げた高梨でしたけども、いかがでしたか。はい、戻りつつあるかなというふうに感じました。ちょっとねキャンプの終盤の方は高梨らしくないピッチングもありましたけれども、はい、そうですね、まあ、やられての修正能力というんですか、そういうものはやっぱりあるんでしょうね。そして、まあ、9回イーグルスの方は福山がマウンドに上がって、その福山からライオン熊代タイムリー、ゲーム途中出場の熊代にタイムリーが出た。そしてウーレンティンにもタイムリーが出ました。今日のオープン戦は6対3でライオンズが勝利を収めています。中田さん、はい、試合後の梨田監督ですが、はい、今日は押し出しがあったりしてフォアボールも多いというのを一番の反省に挙げて